なんだこれ、開けづらいな。先生、どうかされましたか？無邪気。大丈夫か、ジェノス。おい、マジか。本当に俺のことも自分のことも何も覚えてないのかよ。それで僕はなんでこんなところにいるの？え？おい、誰か来てんぞ。埼玉、いないの？入るわよ。いい？吹雪組に集合をかけてすぐに来てちょうだい。え、そう、急いで。そっか。そっかとはなんだこの野郎。文句でもあんのか？いや、ないけど。何かが来る。え？体が勝手に。地獄嵐。鉄砲玉のジェノス。すみません。え、ちょっと。怪人だ。我は山の主なり。なんだあれは。ヒーローだ。ここにヒーローがいるぞ。ヒーロー、こっちへ来い。いいだろう。機械か。何、戦闘変化。感謝する。いや、そこは普通否定するだろう。お、まあお前はそれでいっか。お、埼玉先生。お、先生。あなたの力を試してみませんか。なお、優勝者にはなんと500万円の賞金が。エントリーはしたし、もう優勝はもらったようなもんだな。このワイルドアニマルズでは従来通りのスティック型コントローラーによる操作方法や VR 型ならプレイヤーの肉体の動きがそのまま反映されるというわけですね。500万円はもらったぞ。ギャラリーには申し訳ねえな。まさか先生が秒殺とは。イエイイエイ。ち、こういう怒りは怪人にぶつけるんだよ。そんなことあるわけがないが。K.O. すごい、気がつきましたよね、埼玉先生。おう、さあ、いよいよ準決勝です。ついにあの二人の対戦だな。お前、相変わらず人の話聞かないよな。レディー。おっと、あれはメテ空竜拳。竜の方もすごいすごい。メテ宝鐘拳。なんという、なんという戦いでしょう。どうしたんでしょうか。ちょっと待て。 K.O. あいつこっちに来いって言ってるよな。どこにいるかわかるか。さあ、決めといてね。優勝した俺にキスする順番を。埼玉先生を倒した。はい。 K.O. 決勝で見せたあの滑らかな動き、一体。優勝おめでとうございます。格闘ゲームの新機軸という響きに惹かれてついフラットを出場しただけなんだけど。道を開けろ。ああ、なんだってんだ。ボスだけじゃ。家電流によるシステムダウンだと。あばよ。シャバの空気は最高だぜ。ほらよ、今日街でかっぱらってきた戦利品だ。仕方ねえ、集団生活の規律を守れねえ奴はどこにでもいる。これで逃げたの5人目だぞ。まさか、札にパクられたんじゃ。大変だー。201号番も帰ってこねえ。絶対ボスの仕業に違いない。そうしよう。201号番か。思うツボ。いただきます。あなたたち、隠れていなさい。助ける。もう一度捕まったらいろんな意味で俺たちは終わりだ。そんなのは分かってんだよ。エンジェル。するとそこには。お、なんだ、お前らも遭難した口か。雪山で修行中に埼玉と遭遇するとはな。奴が一人になるのを待って奇襲を仕掛けてやる。お前は。
関節やポンコツ。いくら指名手配犯とはいえ死なせるわけにはいかないからな。あら、こいつも飲め。必ず仕留めてやるぞ埼玉。バカレス水拳焼却砲。おい、なんだ今の音。落ち着いて、今電気をつける。お、怪人の仕業か。やろ、ぶっ飛ばしてやる。待って、あれ、もう生き返っちゃったの。ああ、なんかすまない。まずは皆さんのアリバイだけど。埼玉先生のアリバイなら鉄壁だ。でも電気が消えてからはお互いの姿を見てはいないんじゃ。だが俺なら2度、埼玉先生なら10回は殺せる。いや、そこ張り合っちゃう。でも家族の証言じゃな。そういうお前は何してたんだよ。当然寝てました。ダメだ、全然思い出せない。どうせどうでもいいことだろう。忘れるぐらいのことだからな。ああ、めんどくせえ。片っ端から全員閉めてきゃ分かることだろう。なるほど、確かにな。あー、くそ、一体誰が怪人に操られてんだよ。アクション。大丈夫ですか先生。俺様は怪人ヒグマッド。よし、ジョクム、決勝戦のストレスをここで発散しちゃうぞ。やれ。おお、お前ら珍しく上等な餌だ。このままじゃやばい。稲妻蹴り。スネクさん、マックス君、さあ早く逃げよう。これが最後のチャンス。逃げる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 。解き放たれた今、最高の気分だ。無様だな、チャンピオン。希望が、これが絶望ってやつだ。ダメだ、思い出せねえ。豪傑は手強かったか。うん、俺が慣れたんだから誰でも慣れるんじゃねえの。最初は怖くて当たり前だ。弟子にしてくれないか。クソ、そんな一大事を見逃すなんて。他のヒーローたちは外で戦ってたのに、大事な何かを忘れているような気がする。俺がヒーローをやる理由とか、超一流の武術怪人ってやつと戦っても特に何も感じなかった。何の2対1。怪人だ、怪人化するだけだ。怪人協会で待っているぞ。人としての性に未練はない。埼玉、奴が一人になるのを待って奇襲を仕掛けてやる。アクション。お前は関節やポンコツ。バカレス水拳焼却砲。